やべえマジで回復がクソだった。舐めてたー。くっそー。やべえ回復取ってこようかな。いや、なんか強い敵なんていねえだろうと思ってた。アンダイには絶、アンダイみたいなああいう悪には絶対屈しねえぞ、俺は。最後に関が勝つということをとこを見せてやる。23,783 ダメージをなんで出せないんだろう。行くぜ。あいつえこいつは。初見の技だ。マジマジきつくね。くそ、常に守りなんだから。ああ、今の感じのスピードのやつってさ、できる人できない日がある気がして、なんか今日できない日な気がする。なんか混乱しちゃうわ。行くぞ。でスピード上げても読み切れねえ。くそ、あ、こいしょ。これを極めないとダメだ。これマジわかんないんだけど、これ俺これ苦手だわ。これも苦手。これできない人は一生できないゲームだろ、こんなの。宇宙尺来たぞ。待て、受けるしかない。何もう。やべえ、半分で精一杯なんだが。回復の性能がちょっと悪いよ、これは。やべえ、これマジで音ゲーとかじゃ、得意な人ってないと無理だ。舐めてたな。一回食らうと湧き上がらなくなるってこれ。うんこまだこれは行くよ、これは行くよ、これは簡単だから。
全然簡単じゃねえから全然簡単じゃねえから。これ何なんだ今のは。もうクソくんの次かな。クソ来た。はい、クソ。もう湧き上がらない、もう湧き上がらない。あれ、こういうことか。全力で言っていいんか、これ、ちょい先だと思ってた。これ、さっきのと違う。これ、避けられるものなんだ。あ、クソ。これ簡単じゃねえか。なんか最初のこれは簡単だけど、なんか2回目のこれは簡単じゃねえ気がする。落ち着け。なんでちょっと待って、明らかにミスラグもね、ミスるようになった。大きく ミスらなくなったものはミスらなくなっていこうよ。ちょっとさ、無言でやる、もう本気で、もう無言でやるから、本気だから。これは無理。長いって。今の話は無理だから。で、次から食らうな。くそー。え、なんかでもちょっと違くない？これ、最初の。こんな難くなかった気がする。違うわ、こんな早くなかった。落ち着きを見せたぞ、行くぞ。これどうやって、これがマジで分からん。これ全然ダメなんだけど、これ。パターン的に杖や槍が飛んでくるやつ、そこで回復し、そこを耐えたら次下からシク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 んだろ。だから次耐えれば2回攻撃できて勝てるかもしれないじゃん。これを生きてれば勝ちだろ。生きてれば勝ち。次の下からシュンさえ下げれば勝ちだろ。落とせるやろ次で。いやー、回復縛りでクリアできたー。くそー。この力を持ってしてもまだ変わらないというのか。ははは。いいか。私は絶対に希望捨てはしない。ちょっといいか、お前たち。
いいかお前たちよく覚えとけ。俺は回復アイテムを使わないでクリアした。いいね。私には仲間がいるんだ。アルフィはこの戦いを見守ってくれると言っていた。最悪の事態が起きた時は皆を避難させる手はずになっている。今頃アズゴアオに6つの魂を取り込むように指示していることだろう。その魂の力でこの世界を生き続けるのだ。悪にふさわしい最後だったぜ。火山像に入りました。コップもコップを殺せ。コップと水を殺さないと殺せ。なんかありそう。捨てるとかあるからこれ。減ってきてない？減ってきてる減ってきてる減ってきてる。水だってきてんだ。ウォータークーラーは空っぽだ。細かいな、これなのまで。片面の水溜りが形成されている。何なんだろうな。40体残ってるだって。ほぼいね。あ、フォースフィールド。俺見られてたんだ全てを。アルフィーにどう思うんだろうな。回復はねえんだワンダインとかいう悪の化身のせいで。あ、アルフィーはやっと会えたね。君本当にえげつないね。しかもすっかり有名人になっちゃって。よくお前これだけ悪事を重ねられたもんで脱帽だね。お前も悪いけどな。ああ、アルフィーを探してるならここにはいないよ。君が仕事に勤しんでる間に彼女はあちこち駆けずり回ってみんなを避難させてたのさ。だからみんな君は絶対に見つけられてられない場所に隠れてるよ。戦わなくていいようにね。どうやらまともな判断ができるのは彼女だけらしい。君なかなか大胆だね。僕に乱暴なことするつもりかな。残念。この世界に必要なのは死体の山じゃない、アイドルさ。アディオス。なんか隠しないかな。ナイフはどこだみたいな、ないかな。面白いこと思い出した。どういうことだろう。メイドトンって無敵なんだけど、どうするんだろうな。アイドルになれば余裕か。うわあ。火山攻撃役に立ってないよ。役に立ってないのか。行って殺す。くそ、この辺は可愛いアイドルがいっぱい出るな。待って、言いたいことが初めて殺した。お前はここにいるってことは、アンダインはクソ、俺たちが敵を撃ってやる。これはもう脱がせても無駄だろうな。この状況でもそうなるの。状況正直になれ。俺も我慢できねえから。俺お前のこと好きなんだよ、ゼロツー。いや、そのなんせ冗談だって。ゼロワン、おう、これが終わったらアイスクリームでも食いに行くか。
いいね、死亡フラグを立ててくれた。写真そうに見つめ合っている。これ前2を殺したら1が動揺してたけど、1殺したらどうなんだろうな。0はなぜ、うわやべ、ソードを地面に叩きつけた。お前が脱ぐからいけないんだ、お前のせいで死んだ。結構残ってんな。そろ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 変わるか。彼女の話を聞いた。猫島シャツを着た人間はもうすぐここを通るんですって。しかも人間はクモが大嫌いなんですって。人間はモンスターが全員大嫌いで、クモの足をちぎるのは大好きなんですって。いらぬ誤解されてる。それに人間は味のセンスが最悪なんですって。せっかく人間が来たのに食べても美味しくないなんて。仕方ないわね、腐った食材は始末しましょう。いい曲だから聴きたいところだけど、うわ弱っ。クモの子供だ、かわいそう。あいつも殺せ、あいつもベチってやればいいのにな。ここまですぐ来れた。すべて終わってしまった。いや名曲だわ、アンダーテルでこの曲が一番好き。このドゥーンドゥーンが一番好き。好きな RPG の曲ランキング1位がこの曲です。僕はとても面白い事実に気づいてしまった。人間すらも脅かす存在なんだね。どういうこと？人間のためにお前らの悪を消し去ってるんだ。これは大問題だ。観客がいてくれなきゃ僕はスターではいられない。それに僕や守りたい人も何人かいるからね。相変わらずやる気満々だね。チャンネルはそのままこの後将棋の展開が待ってるよ。ファンの間では常識だけど、僕はもともと人間殺戮マシンだった。こんなフォトジェニックなボディをつけてもらったのはスターになった後のことさ。でも当初目的のためにも搭載された機能もまだこのボディには残っている。そいつを近づくと急に見せてあげるしかなくなっちゃうな。メラトン絶対この四角の方が強いよな。この本当の姿はね。そうかい、なら遠慮なく行かせてもらうよ。ショータイムだ。なんかちげえ、メタトンネオ。ドクターリルが生み出した最強の発明品。照明が眩しい。は？グフ。君は僕のファンクラブに入るつもりはなさそうだね。シャオゼー！嘘、弱っ。もう終わりじゃんこれ、早っ。こんな早く終わる予定なかったのに。
スムーズすぎる。回復でも割と微妙だけどあるな。やつはキッチンの廊下に鍵を置いている。どういうことだ。めっちゃ強いじゃん。ナイフ、本物のナイフ。ようやく見つけた。ハローミンティア、やっと戻ってきてくれたんだね。覚えてる、昔ここで一緒に遊んだよね。ふふふ、嬉しいな。久しぶりにまた楽しく遊べそうだ。これは自分が書いた。今のこれは自分が書いたに意味はあるのかな。庭で目覚めた時のこと今でもよく覚えてるよ。すごく怖かった。でも足も感覚がなくて手足もなくなって、僕の体は花の姿になってしまってたんだ。父さん、母さん、誰かっていくら叫んでも誰も来なかった。そう、不幸自慢か。潰してやるよ、お前なんて。うるせえな、お前。その前にありなしたら、やっと王様を見つけてくれたんだ。だから何が起きたか説明した。そしたらね、ミンティア、王様は僕を抱きしめてくれたよ。目に涙を浮かべてさ、もう大丈夫だよって。花を抱きしめるって難しい。どういうわけか僕は何にも感じなかったんだ。僕は誰と接しても心が動かなくなってしまった。思いやりの気持ちが消えちゃったんだ。いろいろ頑張ってはみてよ。あのバカな王様と来る日も来る日も何か感じようと努力してみた。でもそのうち耐えられなくなって僕は家を出た。そして遺跡にたどり着いて、そこであのおばさんを見つけたんだ。この人ならきっと僕の心を取り戻してくれるって思った。でもダメだった。母、この二人役立たずだったのさ。そう気づいて僕は本当にがっかりしたよ。僕は誰かを愛したかっただけ、誰かのことを大切に思いたかっただけ。ミンティア、君は信じてくれないかもしれないけど、これじゃもう生きてる意味なんてないなって思ったんだ。愛のない世界なんて、君のいない世界なんて意味がない。だからね、僕も君の真似をすることにしたんだ。自分の存在を消してしまうことにした。そして僕はそれを実際にやってのけたんだよ。なのにこの世に別れを告げようとした瞬間、突然不安が込み上げてきた。そして目が覚めた。何もかも悪い夢だったみたいに、僕は元の庭にいた。自分のセーブポイントに戻ってたんだ。それで僕は実験をしてみることにした。何度も何度も自分を死ぬ直前まで追い込んでみた。そのせいか離脱してしまうことはいつでもできた。でも生きたいという決意さえ持っていれば、僕は何度でも復活できた。すごいだろ、ミンティア。僕もすごいと思ったよ。はじめはこの力をいいことに使ったよ。みんなと友達になって、みんなの悩みを完璧に解決してあげた。 P ルート、仲良くするの愉快だったよ。はじめのうちはね、何度も繰り返しているうちに先を読めるようになってきた。これをあげたらこいつは何て言うかな。僕がこれを言ったらこいつはどうするかな。答えが分かってしまったらこれでおしまいさ。ルイジは何もない。全ては好奇心から始めたことだった。こいつら殺してみたらどうなるんだろうってね。やりたくてやるわけじゃないんだ。自分に言い聞かせたよ。確かめるために仕方なくやるんだってね。でもそんなのは言い訳さ。スカッとして気分がいいってことを君は誰よりもよく知ってるはずだ。少なくとも自分でやらずに見てるだけのやつよりはマシさ。
どうなるのか知りたいくせに自分ではできない情けない連中、今もきっとそんな奴らが僕たちを見てるんじゃないかな。最近じゃそれすらも退屈になってきた。みんなの願いを聞いて、そしてみんなを殺した。数字もセリフも見たことのないものは一つもない。だけど君は、君だけは違った。見て、君の行動だけは全く読めなかった。こいつは要するにあれでしょ、この世界でいるも、あれだよ。この世界をプレイしているもう一人のプレイヤーみたいな感じ。で、俺みたいに P ルートや G ルートをやってて。でも俺だけはこう、俺が操作しているから読めなかったという。遺跡で気を見つけたときはまだ誰なのかは気づいていなかったよ。だから脅して魂を取ってやろうって思ったんだ。でも失敗しちゃった。だからセルファイルをロードしようとしたのにできなかった。君の決意は、というか僕の決意より強いみたいだね。最初はなんか俺の分身みたいな感じなのかなと。きちんと終わらせよう。みんなを自由にするのさ。奴らに思い知らせてやろうよ、人間の本性をさ。結局この世は殺すか殺されるかだってね。僕たちはみたいな生き物は相手が邪魔になったらためらいなく殺せる。だからね。ははは、なんだろうこの気持ち。僕どうして震えてるのかな。あのさ、ミンティア、この前のこと怒ってないよね。ちょっと待ってよ。来るな。やっぱり気が変わった。これはあんまりいいアイデアじゃなさそうだな。ミンティア、君は戻った方がいい。この世界は今のままでも全然悪くないよ。その不気味な顔やめろって。笑えないよ。悪趣味だぞ。これは天才的セーブ。あったんかい。